皆さんどうもおはようございます。札幌駅に来ております。最近は新幹線工事でなんか よくわかんない謎の囲いが出現している今日この頃でございますけれども、今日土曜日です。土日で月の朝に帰ってきてエクストリーム出勤するっていう、そういう計画を立てております。本当に無事住むのかどうかよくわかんないですけどね。で、まあ、今回の行き先は韓国なんですけど、韓国に行くことがね目的ってわけでもないんですよね。じゃあ何なんだよっていう話なんですけど、いろいろたまりにたまったポイントとか株主優待を消化する、そういう旅にしたいと思っております。でまずはね、新千歳空港からたまったピーチポイントを使ってね長崎に向かいます。でまずはね、私の実家に帰るということでございます。親に顔を見せた後で福岡に向かいまして、福岡から JR 九州の高速船ビートルに、ビートルというかクイーンビートルが JR 九州のお船クイーンビートルに乗ります。韓国に一瞬行ってすぐまたトンボ返りして博多に戻って成田に飛んで、成田から羽田に移動して、羽田で一晩明かして翌朝月曜日札幌に戻ってくる、そういう予定でございます。綺麗だね。すげえ。今回乗るお船はこちら、クイーンビートル。パクニルミョン。わかんねえな。いやどうも皆さん、チース。こんにちはということで。チース。新千歳空港着きましたよ。ピーチのね、オンラインチェックインっていう機能があるんですけど、それね、空港内でしか基本的には使えないことになってるんですけど、今日来る時のエアポートの車内で、ね、南千歳駅に泊まってる時にやってみたら意外にも通りました。ありがとうガバガバ判定。今からちょっとだけ時間があるんで、ゴールドカードのラウンジに行って充電してから保安検査場を抜けたいと思います。それでは、ラウンジ小敷も済みましたので搭乗口へ進めます。関西行き乗ります。南海電鉄のバスですな。空港のターミナル間の連絡シャトルバスだと思いますけど、南海電鉄がやってるんですな。ということで関空に着きました。関空に着いたけど、あと1時間ぐらいで長崎行きに乗り換えです。いや関空から長崎までってね、1時間20分かかるらしいんだよね。結構遠いね。なんでだろう、向かい風なのかな。なんかあと1時間くらい暇なんで、なんか第一ターミナルにしかねカードラウンジないらしいから、ちょっと1タミに移動してまたラウンジ小敷して戻ってこようかなと思ってます。2タミもね、なんかココスとかプロントとかあるんだけど、なんか空港価格で高そうだからね、ラウンジのドリンクバーでお茶を濁す感じにしますかね。このバスは普通にはこのノトカっていうラウンジがあるんですけど、まあ、なかなか良かったですね。なんかネカフェみたいな感じでね、マット席もあったらしいです。まあ、僕は使わなかったけど、第2ターミナルとの連絡バスの乗り場も近いしね、ここは来てみてもいいかもしれないわ。まあ、飲み物とか普通だけどね。まもなく長崎行きの搭乗が始まります。
長崎空港に着陸いたしました。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトを締めたままでお待ちください。いやー、長崎着きましたわ。今日は揺れたね。じゃあこれから超プライベートですけど実家に顔を見せに行っています。ということで実家でいろいろやって新大村駅に来ました。すっかり日が暮れちゃったけど、まあまあ家族とのひとときを過ごせたので何よりでございます。じゃあね、こっからまた韓国旅行で、今から韓国行かなきゃいけないんだね。もうなんか全然そういう気分でもないんだけどね。まあしょうがないね。というわけでまず博多に行って博多で一泊します。はい、でまた明日の朝ね博多港に向かいますんでよろしくお願いします。はい、新大村駅にはちゃんと指定席券売機も設置されました、緑の窓口はもう閉まってるみたいですけど切符の受け取りも完璧でございます。じゃあこの21時35分発の博多行きに乗ってまいります。本当はねこの後の門司港行きに乗ろうかなとも思ったんだけど、そっちはね安い切符が埋まってたんで仕方なくこっちで行きます。ほい、じゃあ博多方面に行きますぞ。いやー、もうこの時間新大村から乗る人全然いないね。まあそりゃそうかまあ中間駅はこんなもんだよね。今日はね博多行ってから泊まるところも別に決めてないんだけど、まあ多分天神のね快活クラブに泊まろうかなという感じで行きます。この新大村がなかったら、そして新幹線がなかったらね、この時間から大村からね博多に行こうとか思わないですからね。本当これがあるおかげでなんか旅の選択肢の幅が広がったっていう感じがしますな。博多に着きました。遠いわね、この武雄温泉から先がね超長かった。基本的にはぐっすり寝てたんだけどね、やっぱり揺れるわなんやかんやで、ね、やっぱちょいちょい起こされたりして、いや早く新幹線に行ってほしいなこりゃ。じゃあまあ気を取り直してね、今から天神南まで、この間延伸会議をしたばっかりの七釜線に乗って行ってみたいと思います。すごいね、七釜線の駅めっちゃ綺麗だね。すげー、いや今更だけどすごいね、やっぱ博多駅に七釜線は来てますな。便利な時代になったもんだわ。さあでは天神南に着きましたんでね、ここから快活クラブまで行きたいと思います。いや天神で泊まろうと思ったら天神の快活満員でしたわ。ということで隣の隣の隣の隣くらいにある大橋駅というところにやってきました。ここの近くにも快活あるんでね、ちょっとそっちでトライしてみます。おはようございます。快活クラブを出てきましてね、いよいよ韓国へ向かいたいと思います。ということで昨日とは逆順でまずは大橋駅に行きましてね、博多港国際ターミナルへ向かいます。今回 JR 九州の高速船にはね、この株主優待券を使って乗船いたします。1名様往復1万円でご利用いただけるというそういう券でございますけど、まあ結局燃油サーチャージとはもろもろ含めてなんか2万円弱くらい取られたような気がするんですけど、まあまあまあいいでしょうということで行ってきますよ。この大橋駅ってね、なんか西鉄に馴染みがない人はあんまり聞いたことないかもしれないですけど、特急も確か止まる割と大きな駅でございますよ。さて博多港国際ターミナルに着きましたぞ。船の出港9時なんだけどね、今7時40分ぐらいで8時までにチェックインしてくれって言われてるんだけどね、なんか1時間前チェックインって早すぎるよね。もうちょっとなんとかなんねえかなって感じがするんだけど、まあいいや。
今から株主優待券を見せつけてね、チェックインしてきますよ。で今回は12時40分に釜山に着いて、で帰りの船15時なんですよ。でまた向こうでも1時間前チェックインだから、14時までにはチェックインしなきゃいけないから、で結局出入国のこととかを考えると1時間いられるかいられないかぐらいなんだけど、本当何しに行くのかよく分かんないですけどね。でもまあ、あの株主優待券がねみすみすなくなっちゃうのももったいないしなということで、しょうがないから釜山に行ってきますよ。何しようかなあっちでね、1時間って何ができるんだろう。乗船手続きを済ませてまいりました。正面に見えるのは博多ポートタワー、こちらも内藤多忠氏の作品でございます。今回乗るお船はこちら、クイーンビートル、真っ赤な JR 九州色が特徴でございます。思ったよりでかいね、もうちょっとちっちゃいと思ってたんだけど、クイーンビートルの就航前はビートルっていうもうちょっとちっちゃいね高速船が就航してたんですけど、なんか代替わりででかいけど、まあ、高速じゃない普通のフェリーになりました。まあ、その代わりね、あの高速船だとシートベルトしてないといけないんだけど、これならシートベルトしないで船内をうろうろしてもいいらしいですわ。今日混んでるからね、なんかあんまりデッキとか出てうろうろしたりできないかもしれないね。でそんな、 なんか外スペースないよね、この3階上がれそうだけどね、なんかここちょっととここ出れるか出れないかみたいな、そんな感じだしね、なんかもうほとんど座席でダラダラしてる感じになるかもしれない。ちなみにね、このクイーンビートルなんですけど、2月だったかな、なんかそれぐらいにね、なんか浸水したらしいんですよね。浸水事故を起こしてて、しかもそれを報告しかるべき日までに報告してなかったということで、なんか国交省から行政処分が下ってるっていうね、なんかそういう報道が昨日だか一昨日だかに出ましてね、ちょっとやべえんじゃねえかっていう話になってるんですけど、大丈夫ですかね。まあ、あのもう皆さんは忘れた頃かと思いますけど、ちょうどね、これまた一昨日ぐらいに、あのタイタニックの近くでこうなんかタイタニックツアーをやろうと思ったら潜水艇がぺしゃんこになっちゃったみたいな事件あったじゃないですか。あれが起こってからまだ数日しか経ってないのが現在なんですけど、ちょっとねそんな矢先になんか浸水してて実は報告してませんでしたみたいな報道出たら、ちょっとね大丈夫かよって思っちゃいますよね。まあ、非常口と救命胴衣の場所はねちゃんとチェックしとこうとは思いますけど、出国検査は間もなくオープンですけど、まあ、ただ船のいいところはね、あの出国検査するとき、まあ、搭乗するときに手荷物の検査しなくていいっていうのが楽ですよね。普通に飛行機で国際線とか乗ると結構めんどくさいからね。まあでもその代わり3時間かかるけど。いや遠いな、釜山まで3時間か。普通に飛行機で行ったら1時間ぐらいで着くのにね、1時間もかかんねえか、40分ぐらいかな。今日はね波も穏やかっていう予報らしいので、まあそんなに荒れることはないんじゃないかなと思うんですけど、朝ごはん食べてないからね、お腹減った状態で船乗ったらちょっと酔うかもしれないな、ちょっと怖いな。ぼちぼち出国検査行きますかね。では出国審査が始まっておりますな。今回乗るのはこちらでございます、クイーンビートルちゃん。ちなみにね、あの前回もう随分昔だけど、あの先代のビートルに乗った時の動画はねなんか上がってますんで、ちょっと遡ってみてください。近づいてきました。まあでもでかいって言ってもやっぱまあこんなもんかって感じかな。大丈夫かな、これに3時間半ぐらい詰め込まれるけど、船酔いしませんように。なんか今度プサン行ったらサムゲタン食べてえなとか思ってたんだけど、なんかヘウンデとかまで行く時間はなさそうだ。プサン駅周辺で なんかできることを考えねば。早速絶妙に揺れております。大丈夫か、上が一通り船内 見ましたけど、
まあ、大したもんはないっすね。なんかビートモと違うのって売店があるとかなんかそれぐらいな気がするわ。暇で暇そう。なんかねちょっとだけリクライニング倒れます。あと USB コンセントあります。これね、そんなもんです。渓流用のロープ引っ張られたということは、もう港からは離れたってことかしら。さようなら日本。ですね。おお、手振ってくれてるじゃん。すごいすごい。おじちゃん行ってくるよ。さすが JR 九州だ。なんか昔はね、なんか5人くらい並んで手振ってくれてたんだけど、今日はおじちゃん一人だな。JR 九州高速線の方も人員削減の波が来てんのかな。ちなみに時間通り出航してます。皆さん、本日はご乗船いただき誠にありがとうございます。お客様へご案内と設備のご紹介をさせていただきます。それでは船長。おじのかるはかっこいいだろ。クインビートレオシンゴイハニョンハミガ最後かな。ポップな感じの安全ビデオですが。え、船長なの？そう、僕たち船長らしいです。子供船長の船内安全授業ということに、続きはお船で見てください。15分くらいですね。もうあと到着まで1時間切ったくらいなんですけど、今外洋本気で走ってますけど結構速いですね。これ何ノット出てるのかよく分かんないですけど、時速80くらいは出てるんじゃないか。船にしても速いよねこれ。普通船ってなんか時速40キロぐらいでさ、ベーって行くもんだと思うんですけど、下手したら100キロぐらい出てんじゃねえかっていうぐらいスピード出てますよね。なんか高速船ではないとはいえ、なかなかぶっ飛ばしております。で、まあ、今日はね、一応波予報1メーター未満くらいだと思うんですけど、なんか普通になんか前向いて座ってぼーっと外眺めてる分には、まあ、あんまり揺れ気にならないんですけど、やっぱもうトイレの個室とか入ってね、じっとしてるとすごい気持ち悪くなります。まあ、1メーターでこれだからね、まあ、なんかね、乱気流とかで、まあ、よく揺れる飛行機くらいの揺れかなって感じがするんですけど、ちょっとこれ以上揺れられると耐えられないかもしれない。波が2メーターとか3メーターとかある日に乗ったら、ね、もうゲロゲロになりそうな気がするんで、ちょっと運ですよね。なかなか危険な船旅になりそうです。ローザ席にはね、USB ポートしかないんですけど、フリースペースみたいなとこにはコンセントもありますな。出てきましたね、プサンの街が。なんかすごいガラスにビットがちょっとプサンの街が見えておりますな。これどの辺だろうね、よくわかんないんだけど、プサンってね、なんかこう田舎の地方都市みたいなイメージがあるかもしれないですけど、結構都会ですからね。いやすごいね。なんか人口だけで言ったら福岡よりも全然人いるはずですよ。まあ、人口密度も高いんじゃないかな。
まあ、地域がちょっと広いから、ね、まあ、単純比較はできないんだけど、下手すると、まあ、福岡よりも都会な気がする。今の時間は12時、まあ、13分くらいですか。一応帝国では12時40分着なんですけど、なんかもう着きそうなんだけどね、なぜか到着は帝国より10分遅れの12時50分になるそうです。詳しい理由は教えてくれなかったんですけど、なぜか10分遅れるそうです。僕の滞在時間がどんどん短くなっていく。本当に何しよう、昼飯も食えないよね、こんなんじゃ。ついに下船しましたぞね。もうあと65分しかないわ。とりあえず釜山入ったというか韓国入国しましたぞ。今の時間が13時15分だから、到着してからやっぱ30分ぐらいはかかるんだね。そういうことでも全然時間ないですわ。まあとりあえずコンビニにちょろっと寄ってまた帰ってきます。もうあと1時間もないからね、チェックイン終了まで。入国するときにね、なんか検疫と、あとまあ普通の入国審査があったんですけど、検疫の時はね、なんかまあ、ホテル書く欄があったんですけど、僕デイトリップなんか日帰りだからさ、まあ、空欄じゃないですか普通に。でも空欄じゃ、ね、ダメなんですよ。でなんか帰りの船のチケット見せろとか言われて、でもまだチェックインしてないから帰りのチケットもなくて、いやどうすんのこれみたいな感じになったんだけど、まあ、とりあえず帰りの船の名前はって聞かれて、クイーンビートルっつったら、なんかクイーンビートルってなんかそのなんだっけ、住所書く欄に書いてくれて、でなんかそれでじゃあ OK っつってなんか通してくれたわ。いやー危なかったね。で入国審査の時は別にアライバルカード普通になんかデイトリップって書いて、あと自分の電話番号を書いておけばまあ通れましたね。何も言われなかったわ。いやーまあそりゃそうだよね、韓国に日帰りでしかもなんか2時間しか滞在時間ないみたいな人普通いないからね、怪しまれるわなそりゃって感じですわ。いやー冷や汗でした。多分この通路をずっと行くとね、釜山駅に着くんじゃないかなっていう気がするんですよね。あそこに見えてる、これがね、釜山駅でございますんで、多分あそこに着くんじゃないかなと思います。釜山駅に行けばね、なんかなんとかなるみたいなところありますからね。なんか前回来た時はこんな立派なペデストリアンデッキなかったと思うんだけどね。なんか地べたをペタ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 歩いて行った記憶があるんですけど、まあやっぱそりゃね変わるよね。何年経つんだろうな、まあ、5年以上は経ってますからね、前来た時から。あーなんか走ってるぞ。なんだろうね、 KTX だ。韓国の鉄道事情あんまり詳しくわかんないからよくわかんないんだけどね、走ってるね今日。なんか釜山ってなんか2つくらいターミナルがあるんですよね。この釜山駅の他にもう1個くらいね、なんかもうちょっと街中の方にターミナルがあって、だからそっちの方がメインなんじゃないかな多分。あそこに止まってるね、いいね。いやーこれ乗ったらソウルとか行けるのにね、時間ねえから行けないけど。釜山駅だよ。地下鉄とか乗りたいけどね、釜山地下鉄あるからね意外にも地下鉄乗りたいんだけど、いやー間に合うかな、もうあと30分しかないよ。いいね、なんかめちゃめちゃいっぱいソウル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 って書いてますな。いやー乗りたいね。今回乗り鉄できないのが非常に残念でございます。もう港に戻んないとチェックイン間に合わねえよ、どうしよう。さあさあとりあえず表口に来てみましたけど、なんか随分にぎやかだね。釜山ってこんな感じだったっけかな。なんか随分明るくて綺麗な印象になった気がする。なんか前来た時こんなんじゃなかったと思うんだけどな。あんななんかバス専用レーンとかあったっけ。なんか綺麗になっちゃったな、気のせいかな、前からこうだったかな。それなんかロシア語も書いてある。
前回来た時は僕ねハングル全然読めなかったんですけど、今ちょっと読めるからね。マリナレチトンス、意味は分かんないね。意味は分かんないけど、なんかなんとなく読めるぞ。あんまり時間もないからね、ちょっとコンビニ寄って、なんかせっかくだから韓国資本のねコンビニに寄って、なんか韓国っぽいものを買って港に行ってむさぼり食うみたいな感じにしますかね。あのこの Nice to see you っていうのはこれ韓国資本てか、もともとファミマが資本出してたのかもしれないけど、今は独立して韓国系のチェーンになってるコンビニなんですけど、ちょっと CU に行ってみますかね。で今夜もしかしたら Hey チャンネルで何回か出演してるタロサンポさんと合流するかもしれないので、お土産を買ってってあげようかなとちょっと思ってます。ここのコンビニでとりあえず食料をゲットしましたぞ。あとはちょっと芸がないんだけど、今来た道をとりあえず戻って無事チェックインを済ませることに専念したいと思います。あー電車乗れなかったの悲しいな。これ東横インだわ。建物の雰囲気違うから気づかなかったけど、いいね。東横インあったらもうプサンも楽ちんだよね。これが多分地下鉄の入り口かな。あ乗りたかったな。しかしね、楽しい時間というのはあっという間に過ぎてしまうもので、もうフェリーターミナルに戻りますよ。いやー、ほんと限界旅行っていうのは短いですね。まあでもね、こんな短時間の間でも、さっきのコンビニ CU の店員さんとかね、めちゃめちゃスマホいじりながらすっげえめんどくさそうに、外国人かよみたいな顔して接客されたりしてね、いやなんか日本じゃないんだなっていう感じはしましたんで、まあまあいいでしょう。やっぱね、海外旅行っていうのはどこに行くかとか何をするかじゃなくて、日本を出たっていう事実が一番大事なんだと私は思っております。今回お船なんだけどね、やっぱお船のいいところは液体物を持ち込めるっていうのがいいっすよね。飛行機だと取り上げられちゃうか、預け入れ手荷物に入れないといけないからね。コンビニではチルソンサイダーかな、チルソンじゃないかもしれないけど、なんかサイダーと韓国の国民的飲料であるバナナミルク、ちょっと忘れたけど買いましたね。試してみたいと思います。なわけでまたプサン港に戻ってきましたが、クイーンビートルね、14時20分まで一応手続きはやってくれるそうですね。まあ、ただやっぱ14時に来いって言わないと時間間に合わないやつが多分続出するから、20分余裕持って14時に来いとは言ってるんじゃないかとは思うけど、なんか乗船までまだちょっと時間がありそうなんで、さっきコンビニで買ってきたこのチルソンサイダーをいただきたいと思います。チルソンサイダーってね、なんか地味に初めて飲むかも。ではでは。なるほどね。なんかね、めちゃめちゃスプライトに似てる味だわ。てかスプライトだよこれ。博多で乗船するときは手荷物検査とか全然なかったんですけど、プサン港の方はねめっちゃ金属探知機で検査されました。飛行機と同じ感じ。まあブーツは脱がなかったけどね。でなんかもしかしたら開封済みの飲み物とか持ち込めないかもしれないですね。僕のは全部蓋閉まってたからスルーしたんだけど、なんか捨てさせられてるような雰囲気もあったりなかったりだったので、ちょっとこれは気をつけてください。釜山港の方が若干セキュリティ厳しいですね。博多港での税関申告はね、ビジットジャパンウェブは使えないっぽいですね。で紙、黄色い紙渡されて、紙に書いてくださいって言われたんですよ。ちょっと不便だねそこはなんか博多港をもうちょっと頑張ってくれよって感じだけど、約2時間ぶりにまたクイーンビートルに戻ることになりますなんか強制送還みたいだなマジで何もしてねえよ。コンビニ寄っただけだわ。ここ面白いんだけどさ、
なんかこれ福岡はね、ハングルでも福岡って書いてあるんだけど、長崎の対馬は手間島って書いてる。手間、あ、そうか、これ対馬を漢字読みする、漢字読みってか韓国風に読むと手間になるのか。で、島は多分島の島だな。手間島っていうんだ。なるほどね。ふーん、あ、いいね、この角度かっこいいよ。すごいね、このクリーンビートがね、下穴開いてんだよ。すごいよね、この構造。建築林な形してますな。これが高速で走る秘訣なんでしょうかね。出港してからもうしばらく経ったとか、ずっと寝てたんですけど、今17時30分ぐらいですか。まああと1時間ちょいぐらいで福岡に到着するかなっていうところです。雨降ってきましてね、まあ、こんな感じですよ。まあ雨降ってんのはまあいいんだけどね、そんな雨降ってるけど波立ってないからね、全然揺れてないし大丈夫だけど、福岡着いてからちょっとめんどくさいな。でね、まあ、今回の旅って、まあ、ポイント消化と株主優待券消化の旅なんですけど、今回ね、ビーチポイントとこのビートルの優待消化の他に、まあ、もう一つね、JR 九州のグループ会社で使えるご優待券2500円分を、なんとかするというミッションがございます。これもね、6月30日に有効期限くるので、まあ、あと5日後にはただの紙切れになってしまうんですが、ね、アミプラザのインフォメーションカウンターでこのアミプラザのご利用券に引き換えをすると、9月30日まで延命されるという技がございますので、ちょっと帰り際にアミプラザによって、お買い物券に変えてから福岡空港に向かい、福岡空港から成田にまたピーチで飛ぶという流れになるんですけど、結構時間カツカツなんですよね。アメプラザに寄る時間がないかもしれない。どうしよう。コンビニで買ってきたものたちを消化してみようと思います。まずは、ね、このバナナマークバナナミルクを飲んでみたいと思います。めちゃめちゃ濃厚だわ、このバナナ牛乳。あ、美味しいね、これ。なんかあのバナナも牛乳もどっちも濃ゆいわ。韓国旅行に行った人みんなこれおすすめしてるんだけど、いや、なんかその気持ちはわかるわ。これ美味しい。ぜひ韓国のコンビニ行ったら買ってください。どこでも売ってます。なんだかよくわかんない謎のおにぎり食べたいと思います。スパムマヨって書いてる気がします。じゃあスパムとマヨが入ってるのかな。そういうこと。スパムマヨだわ。なんか想像通りの味です。なんかハムとマヨネーズがなんか混ざった味です。なんか日本のコンビニに売ってても全然不思議じゃない味ですよ。美味しい。では続きまして、この 3XL っていうさらにでかいおにぎりです。これは何だろうね。チョンヤンチャンチキンチ、なんだろう、なんか全然わかんないです。なんだろう、チキンがなんとかかんとかって書いてあるけど、なんでしょうね。今度はご飯が赤いですね。なんか韓国の料理風なおにぎりってなんかいいですね。でまたしても海苔
韓国海苔です。ではいただきます。チキンが入ってるけど、一体チキンがどうなってるのかよくわかんないです。辛いです、とにかく。これはね、なんか辛いのに弱い人だったら食い切れないかもしれないくらい辛いです。韓国といえばロッテですからね。このなんか ロッテリアマークがついてるお菓子をちょっとせっかくだからと思って手に取ったんですけど、果たしてどんな味なんでしょうか。ポテロングみたい、ポテロングの短い版みたいな見た目です。だけどね、食べ応えっていうか歯応えはなんかポテロングよりはちょっと硬いですね。なんか札幌ポテトをなんか固めたみたいな、なんか札幌ポテトに近い味です。不思議だ。でもこれね、そんな辛くないわ。なんかすごい塩っ気はあるけどね、全然辛くないですよ。これ美味しいよ。そうこうしてるうちになんか島が見えてきました。これなんだろう、もう福岡県ですかね。日本が見えてきましたよ。我がふるさと日本。ああ懐かしい気がしないな、あんまり。ついさっきまでいたから。いやーすごいね、こんな一瞬の旅行ってあるんやな。自分でもびっくり。これ旅行って言うんかな。まあ謎だけど、超謎のような。大体走行するとね、このビートルっていう船はね、なんか一人旅の限界旅行者が乗るものじゃないかもしれない。やっぱもう友達とか家族とかとワイワイしながら、こうゆったり船乗って、気づいたら韓国に着いてました。で、まあ、2泊3日ぐらいだらっと過ごして、まただらっと船で帰ってくるみたいな、そういう旅行が想定されてるんだと思うんですけどね。コンビニ行って帰ってくるやつが乗る船ではないです。なんか雲の向こうに福岡タワーが見えるんだけど、窓にピントが違うんだよな、みたいな。ここに、ね、福岡タワーが見えますな。帰ってきたんだなって感じがしますね。いや、下船しましたけど大雨です。これからなんとかして博多駅に向かいます。日本に入国いたしましたということで帰ってきたんですけど、やっぱ下船から30分くらいかかるんだよね。今からアメプラザ寄ってたら飛行機間に合わねえよ。これ直接空港行くかな。悔しいね。とりあえずターミナルが出たんだけど、タクシーもすごい並んでるし、バスもいつ来るか分かんねえしみたいな。まあ時刻表通りに来るんだけどさ、ちょっとそんな感じだから、まあ、ちょっとここから離れたところでタクシー拾おうかなと考えてます。うわー、アメプラザ寄れないのもったいねえなー。まあいいか、アメプラザの券はラクマかなんかで売るか。もったいねー、すげえもったいねえな。ということで皆さん、これなんとかタクシーをアリから捕まえてですね、滑り込みでピーチのチェックイン済ませたんですけど、今日はゲストをご紹介いたします。太郎散歩チャンネルの太郎さんです。ご紹介しております。どうも皆さん、チースこんにちはということで、チース。いやー、まさかこんなところでお会いできるとは大変光栄でございます。光栄なんですけど、もう近くやばいっていうことで、はい、一応私もたまたま九州旅行してる最中だったもんで、そう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 、こっちがいつ上がるか分かんないですけど、太郎さんのチャンネルの動画もぜひチェックしていただければなと思いますので、よろしくお願いします。それでですね、太郎さんに
お土産を買おうっていう話になってたと思うんですけど、一応ね、あの用意しました、はい、用意しました。韓国 の, あのコンビニ CU でですね、 CU コンビニエンスユートあれです。韓国でとってもなんか有名なバナナ味の牛乳。そうそうそう、なんで分かるんですか。いや、韓国で読めます、ね、すごい。その通りなんですよ。バナナなんとかって書いてあるんですけど、それを太郎さんに贈呈したいと思います。 ありがとうございます。すいません、なんかわざわざごめんなさい、私何にも言ってないんですけども。てんてててありがとうございます。それではですね、もうなんか会ってまだ5秒くらいしか経ってないんですけど、私はもう旅立つ時間になってしまいました。大変、いえいえ、こちらこそなんかこんなドタバタですいません。ということで、あのお互いなんかすいませんとか言いつつですね、お互いの道を歩んでいくということで、それでは私は旅立ちます。また札幌でお会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございます。では私は行ってきます。需要のない顔とともに、じゃあどうもありがとうございました。さようなら。さようなら。どうもありがとうございます。まあお気をつけて。あ、はい、どうもありがとうございます。いや本当にギリギリのギリでしたよ、チェックイン。本当にいや、あれからね、本当港の近くだとタクシー全然捕まらなくて、でちょっと歩いてからタクシー GO アプリで捕まえたんですけど、マジでやばかった。いや本当にやばかった、本当にね。いやでもまあなんとか間に合ってよかった、間に合ってよかったっていうかね、チェックイン機になんか QR コードかざした段階ではね、もうなんか、いやチェックインカウンターでも受けたまわりますみたいなレシートが出てきて、もうダメかと思ったけどね、なんとか受け付けてもらいました。いや本当よかった、もう本当にね、もうぴったしだったよ、時間チェックイン締め切り時間ぴったしでした。もう危なかった、マジで。搭乗口はまだまだ準備中でした。いや生きた心地がしなかったよ。なんだかんだって成田に着きましたけど、1週間ぶりの成田ですね。これから京成電鉄で蒲田の方に向かいます。もう今の時間だとこの23時8分発の京成高砂行きか23時ちょうど発のスカイライナーしかないですね。意外と終電早いな、高砂までしか行かないので、高砂からは都営浅草線に乗り換えて、どこまで行くの、新橋まで行って、新橋から京浜東北線に乗り換えて蒲田に行くと。で蒲田の快活が空いてたら快活に泊まるけど、空いてなかったら徒歩で羽田空港まで行って羽田空港にお泊まりということになります。とりあえず新橋に着きました。今の時間ね、仙岳寺までしか行かないんですよ浅草線。だから仕方なく新橋で京浜東北線に乗り換えてね、蒲田まで行きます。快活クラブね、なんかもう空きなさそうだから、もうしょうがないから蒲田から羽田空港まで歩きますよ。つら、はあ、1時間かかるらしいよ、 Google マップによれば。やばいね。これから乗るのはこの0時37分発の蒲田行きです。もうついに僕の iPhone 充電が切れてしまいましてね、もうスイカもちゃんと改札出るときに使えるかどうかも怪しいという状況です。でお迎えの山手線はね、なんか普段は多分大崎止まりなんだけど、今日は池袋まで行けるらしいです。不思議だね。なんか今日山手線ね、包丁を持った人が暴れたみたいな騒ぎで遅れてるんですよねその煽りで池袋まで行けるらしいです。それにしても蒲田行きっていうのが変な感じするよね。普通磯子とか行くのに、ね、次は北浜松町。駅に着きました。なんとかエクスプレスカードはギリギリ生き残って改札を出ることができました。では今からひたすら1時間くらい歩いて羽田空港に向かいます。
つら。しかし今はちょうど午前1時を回ったぐらいなんですけど、これくらいの気温だったらね、全然1時間でも歩けそうな気がしますね。結構涼しいですね。多分もう17、8度くらいかなって感じがするけど、体感ではどうでしょうか。でね、今目の前に見えてる これこの右から左に通ってる通りをなんかずっとひたすら道なりに行くと羽田空港に着くみたいです。まあ道は簡単だけどね、距離がね1時間かかるってんだからすごいよね。でなんか第1第2ターミナルは分かんないんだけど、第3ターミナルまではひとまず歩いていくことができるらしいです。でサンタミって国際線ターミナルなんですけど、国際線はね24時間ターミナル空いてるんで夜明かしできるんですよね。ね、大昔に1回だけサンタミで夜明かししたことがあるんですけど、まあ今回もね、明日の朝6時25分発の千歳行きなんで、まあそれまでの間ねちょっくら夜明かしと。でしかも今回はね ANA で飛ぶので ANA のラウンジが使えますから、なんでラウンジ開くの5時15分なんで、まあそれまではサンタミで夜明かしして、ANA のラウンジが開いたらラウンジに移って優雅に青汁を飲みながら飛行機の、搭乗開始を待つみたいな、そんな感じになりますね。でオンラインチェックインも済んでるしね、もう楽ちんです。つら。今やっと工事屋駅前ですね。一駅歩きました。この先なんだっけね、穴守稲荷と天空橋だったっけ。なんかあんまり京急の途中の停車駅覚えてないけど、いやまだまだだな。なんかお腹減ったね。この先なんかまたすき家とかあったら寄りたいな。つら。もう突然なんか空港してきましたよ。ここにはなんか飛行機止まってますね。なんだろう、なんか中国っぽい気がするけど、中国南方航空かな。でなんかあの辺に見えるのが多分、あ、ダメだ、ピント合わないけど、これが国際線ターミナルじゃないかな。なんかやっと見えてきたね。やっぱまあ今でだいたい55分くらいかな、歩いたの。まあ1時間ちょいで着けますね。なんか歩くのにはちょうどいい気温かなとか言ってたけど、やっぱ歩くとね暑くなってきて、もうちょっと汗びっしょりでございますね。いやシャワーとかも浴びたいけど、羽田空港のねサンタミって確かシャワーないんじゃなかったかな。でなんか温泉あるんだけどすっげー高いんだよね。なんか普通のビジホに一泊、当日泊で一泊するぐらいの値段したような気がするんで、ちょっとなそれはなしかなって気がするんだけど、いやシャワー浴びてえなー、つら。やっとこさなんかサンタミが近づいてきましたね。なんかモノレールの橋桁も上がってきましたけど、この奥に見える高校と輝いてる建物がサンタミです。いやぼちぼち着いたね。1時間10分くらいかな、ここまでで、ね、つら。バイクシェアサービスがあるんすね。これさ、もし蒲田周辺にシェアサイクルのポートがあるんだったら、これ自転車で乗ってきたら全然違うよね。あ、これはいいね。あ、ちょっと今度勉強しよう、シェアサイクルも。なるほどね。いやこれあったらもうだいぶ変わるよ。30分ぐらいで着くんじゃない。便利だね。まあ今回はねあんまり早く着きすぎても何もすることなくて暇だからね。まあ歩いてきてよかったんだけど。ああなるほど、シェアサイクルが考えつかなかったな。というわけで羽田エアポートガーデンの中に入ってきました。でここからね2階の直結通路で第3ターミナルに繋がってるみたいなので、いやもう到着したようなもんですね。いやー良きかな良きかな。じゃああとは朝まで時間を潰します。ようやく夜が明けました。今から
ANA が発着するターミナル2に、ね、無料連絡バスで移動いたしまして、出発前にラウンジでくつろいでから飛行機に乗ることにいたします。私の週末海外旅行これで終わりです。ということで無事札幌に帰ってまいりました。多分ね8時5分のエアポート乗れたので普通に仕事には間に合います。